2日目2レース西日本一条線1延着となりました、愛知の藤井選手です。よろしくお願いします。お願いします。本日なんですけど、浅井選手がまあ前取るのかなと思ったところ、まあ、熊本勢を入れたんですけども、作戦はいかがでしょうか。まあ、作戦的にはもう中段からでお願いしたんで、まあ、しっかり浅井さんも中段取ってくれたんで良かったです。でも後ろはもうかますつもりで。そうですね、距離が長くなるか短くなるか分からなかったんですけど、まあ、結果的に清水さんが僕のところ蓋していったところを、じゃあもう僕が行くしかないなと思って思いっきり行きました。ただ清水選手の後ろ、伊藤選手が粘っていってもつれたと思うんですけども、そこはもう見えていたので思いっきり行くっていう感じですか。そうですね、結局3人で出切ったとしてももう思いっきり行くつもりでありました。もうこれで浅井選手が勝たれて500勝を決められた貢献者という形になったんですけども、どうですか感想は。そうですね、まあ、一勝のレースで浅井さんが500勝してもらって嬉しいですね。やっぱ G1 というのもすごいところですよね。そうですね、まあ、僕はもう力出し切るだけなんで初めてですし、まあ、それが結果につながったかなと思います。以前ってことで点数がすごく伸びてると思うんですけど、何か練習方法を変えたりとか何か秘訣があったりしますか。秘訣は、まあ、練習をしすぎないことですねいつも練習しすぎて疲れてるのかなと感じたんで、レースにそんなに疲労をためずに挑むってことですね。はい、まあ、2着のスタートということでいい出だしだったと思うんですけども、まあ、この後もあと4走ありますので、意気込みは最後よろしくお願いいたします。はい、とりあえず今日は2着でポイントにも余裕ありますし、明日の2走目もしっかり自分らしいレースで二条線に、剥がれたいです。応援よろしくお願いします。